サウルキング疑って悪かったね、なでなで。無念、なんたる恥ずかしめ。玉手箱はもちろん、ポーネグリフの写しなんかも盗まれるわけにはいかないのさ。持ってかれて誰かにまたラフテルに行かれちまうなんて間抜けだろ。なあバンババンバ、ロジャーの時のようなヘマはもうやらねえ。あいつは万物の声を聞くって奇妙な力で石を読み解いたが、うちにもやがって同じ力を手に入れる隠し玉がいるのさ。次にラフテルに到達するのは俺たちだ。